半分岩尾先生です。この投資はね、30秒のバイナリーオプションでですね、インジケーターで変動が多い時にシグナルを出すか出さないかということでね、メッセージが来ます。そうしましたらね、19,650 円稼ぎましたね。5000ボーナスでね、これデモですからね、この投資方法は非常にいいのかなということをちょっとね、インジケーターの変動を見てます。MK4 の15分足でね、大きい変動があった時にね、シグナルを発信するようにしたんですね。そんなことでね、ちょっとシグナル待ちにします。 LUDJPY 下に売る、こいつもやめといて、これで打つんでしょうか。こうと思うんだな。ピークピーク、ここもピークで打ってるのかな。GBTJPY 下に売る。EURJPY 下に売る。NZDJPY 下に売る。
USB。下に、ブル。30秒将棋です。あ、30秒投資ですね。これ、エジオを掴んでんだけど、あれって時はね、死ぬなり出させて、あれを打ってるんですけども、この方は非常にやりやすいんじゃないかと思うんですけど、もう2万3150円稼いだからね、こんな感じでやってりゃいいんじゃないかということでね、ちょっと、こんなとこいいですね、当たりがね。もうちょっとやってみますね。こんな感じの投資方法が成功すると、ただ難しいんですよね、これ30秒将棋短いんで、一番難しいんですよ、短いのは。長いの方がね、余裕があるからいいんだけど、30秒難しいんですよ。AUDUSB上に貼る。はい、いい打ち方でしたね、これはね。これは、いい打ち方ですよ。ね。これ、いい打ち方ですね。あ。GBPJPY。下に、売る。これ閉めてるね。はい、これもいい打ち方でしたね。これもいい打ち方でした。AUDJPY上に貼る。
はい、締め切りです。はい、これもいい打ち方でしたね。これもいい打ち方でしたね。このようにね、ちょうどインジケーターで、MK のインジケーターでね、ちょうど変化が起きる時の、時にシグナルを教えてくるんですよ。それでね、それで状況で、まあ、どちらか変動するんですけれども、一応指示した方向の方が上がるんですよね。だけども滝じゃないんです、30秒じゃないんです、ね、徐々に上がっていく変化の切り替わりだよっていうような感じのところなんですね。ですからその方向に上がるとは限らないんですけれども、その上下上下変動するんですよ、その時にね。その時にシグナルを見つけ出す投資方法で、まあ、ちょっとやっただけでね、3万4千稼いでるわけですね。で、30秒なんで難しいんですよ。細かいんで、最も難しいんですね。で、簡単に稼ぐことも。NGDJPY、上に、これ、来たんですね。一応こう、切りますね。下がったら打つんだけど、上がったから、これちょっと打ってみますね。締め切りまで。あとなんか。あとそっちだ。あ、締め切りになっちゃう。これでこういう勝負ですね。どうかなと上がっていくかということですね。これ1個負けちゃったですね。これは勝ったかと、ね、はい、勝ちましたね。だからまた3万6000円になりましたけど、これ1個おごってしちゃったのはね、大バカもんなんですね。打ち方ちょっと下手くそですね。で、ここね、ここにシグナルがね、要求してきて、このように30秒でね、ほら変わっちゃうでしょ、すぐね。一応長く見れば上に上がっていくんじゃないかという分析なんですけどね、そこで下がっちゃうんですね、よくね。で、その時にね、のシグナルで投資する30秒勝負です。30秒投資ですね。これシグナル出るのが1時間に4回ぐらいです。3回か1時間に3回ぐらいですかね。そんなことでね、やってます。どうもありがとうございます。これ30秒将棋の浜洋先生の画期的ななるかなという投資方法ですね。